こんにちは、ピコウエモンです。なんかバジェットガイルがすごいエグい色になってますけど、これは別に病気ではなくて、暗いところにいるとこういう色になるんですね。だから光を当てるとすぐに、元の色に戻ります。1週間帰省してたので、だいぶ水位が下がってます。後で水を足そうと思ってます。まずは餌やりですね。ずいぶんレイアウトが変わっててびっくりしました。魚追いかけ回して蹴飛ばしたんですかね。この上に浮かんでる水草は、アマゾンフロッグビットっていうんですけど、少し枯れてますね。なんでかな。ライトは12時間当ててるんですけどね、やっぱり CO2 を添加しないといけないのかな。水温は27度に設定しているので、高すぎるのかもしれませんね。今みたいに餌だけを食べさせる与え方がいいです。あまりお箸に噛みつかせるのは歯に良くないです。プラティは食べちゃってました。ただ稚魚が5匹ほど育ってるので、世代交代ですね。ウィンエメラルドグッピーとネオンテトラは無事でした。熱帯魚の餌は、テトラレプトミンやヒカリベルツの砕いて与えています。
レイアウトを直しました。流木がひっくり返ってたんで焦げがついちゃってますね。大和沼エビに掃除してほしいんですけど、いつも隠れてます。お餅みたいになってます。貫禄がありますね。アクロのグローという定番のライトです。もう一つ光ベルツのあげましょう。これは失敗ですね。この後このガジュマルは撤去しました。また頭をぶつけたらかわいそうなんで。底面フィルターは水作、ソイルはブルカミを使っています。水替えは週1回、3分の1程度ですね。
これまでに投入した水草はウィローモス、キューバパールグラス、ショートヘアグラス、ウィステクア、アヌビアス7ゴールデン、ハイグロフィラ、アマゾンフロックピットです。グッピーの稚魚が生まれているようです。数えたら5匹ほどいました。オスだったらいいなと思います。オスの方がヒレがヒラヒラして綺麗なんで。このヒラヒラしている方がオスで、大きい方がメスですね。仕上げにホタテをあげます。手品かな。